義妹、今年40になる年齢なんだが、昭和64年と平成元年が同じ年なのが意味不明、なんだと。義妹は義母と夫に質問したことがあるけど、理由をすぐ忘れてしまって、何度も聞くと馬鹿にされるから聞けない。って私に質問してきた。いや、正直言って、子供相手なら微笑ましく思うけど、アラフィフでそれってやばくない?と思う。が、一応説明した。昭和64年になってすぐ、1月7日に、昭和天皇がお亡くなりになったの。で、翌日の1月8日に、この間退位された上皇陛下が即位なさったの。だから、昭和64年と平成元年が同じ年って言うけど、厳密には、昭和64年は元旦から1月7日までで、平成元年は1月8日以降なんだよ。これで間違ってないよね。そしたら、そっか。って納得した風だったんだけど、これが疑問になるってことにも驚くけど、こんなこと、一回説明されたら忘れないと思うんだけどな。義妹は、一応、マーチクラスの大学出てるのね。最近、鶏肉って何の肉?って、ダウンタウンの浜ちゃんの番組を見てると、一流と言われる大学の学生が、びっくりするぐらい物知らずだったりするけど、ハワイがどこの国か、わからない学生には、本当に驚いた。あれって、仕込みじゃなく、本当にいるんだなって思った出来事。ちなみに、私の表情を読み取ってか。もしかして、私のことバカにしてる?って言われて、うっかり、まあね。って答えてしまった。プリプリ怒ってたけど、してない。って答える方が不自然だよね。